俺たちノープランとは、俺たちこと畑拓馬が現地の釣り人やツイッターで情報収集や質問を受けながら、全国の川や野池、水路などを巡る、全く計画性のない、まさにノープランで釣りまくる完全岸釣りドキュメントである。ノープランの復活を祝してテンション高くオープニングと行きたいところだが、俺たちが現れたのは集合時間を20分過ぎた頃。おはようございます。おはようございます。やらかしましたね完全に鬼 D の電話で起きましたね本当ですか。はい、わかりました。夢起きた、寝てたないや完全に脳目覚ましでしたねいきますか。久しぶりのノープランですね。どうですか。いやいや、もう完全寝起きで頭回ってないですね今回の舞台はノープラン2度目の上陸となる四国香川県。俺たちが気にしているのは空模様。すげえ、見てくださいこれ。香川県だけ雨、雨雲一切ないですよこれ。ほんまや、これすごいですね。実は香川県は記念すべき1回目のノープランの舞台。俺たちやっと目が覚めてきたか。うわ、何ヶ月ぶりのノープランですかこれ。京都でやったのが9月、で一度俺たちは死に、10月に死んでしまい、11月12月1月2月3月4月5月、再び復活の時を迎えたと。もう半年以上ぶりのノープランになるわけですね。ガツンといきたいですねこれはもう香川といえば一番やっぱ有名で人もいっぱいいるところはもうただ一つ、府中湖。はい、まあ、これに行ってみて、とにかくいろんな釣り人に出会いたい、そういう作戦です。雨降っちゃうとあんまり人がいなくなるのかもしれないので、今のうちにみたいな、出会ってトントンといろんなところへ行き釣りまくる。人に会いまくって釣りまくる、そんな思いを胸にやってきたフィールド。ドゲン水してますね。ドゲン水ですよ。めっちゃ水減ってる。めちゃんこ減ってるわ。じゃあ、ついていただいたようにバズベイトからいきますよ。これ白で。前日俺たちのアカウントに、梅雨の時期には何から投げるというツイートが。ファンに敬意を表して、この方と同じくバズベイトから。ローライト、そして6月手前トップですよ。いつも僕大体巻き物って右で巻くんですけど、今回こうバズベイト引くっていうところで、左巻きです。右手でキャストしてもうすぐに巻けるようにね。バズベイト手返し勝負で、こう右はもうキャスト専門で左で巻くっていう
まあ、そういう感じにしてますね。しかしバズベイトでは期待に応えることはできず、これはフリックシェイクの 9.8。 いや正直これで食うと思ってないですよ。普通に何て言うんですか、ちっちゃいものを目の前に投げるような釣りには反応しないんで、呼ばなあかんですよ。近くで呼ぼうとするとどうしてもそのルアーの見た目であるとか糸の存在感であるとか、そんなん消さなあかんんですけど、遠くから呼ぶんであればその辺あんま気にせんでいいんですよね。その分バスが泳いでルアーに近づいてくるっていう、バスにとっても自分のテリトリーを離れないといけないリスクがあるんで。でもその遠くでバスに気づかせるにはルアーにボリュームが必要。あれでかい。ベイトフィッシュ狙いの瀬戸、虫狙いのオーバーハングに2つの群れを見つけた俺たち。A 班が狩りに入った。あれはハスかなんかやと思うんですよ。あ、いた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 。 B 班の隊長から今後ろに、バスの後ろ1メーター、2メーター、4メーターぐらいのところに落として、で今着底して、これで岩をゴツ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 こついてくるんですよ、ジグヘッドで。でバスがそのルアーの方を向いたら、今バスは左向き、ルアーは右に入れたんですけど、4メーターの距離では見ない。もうちょっと近くに入れるか、岸の方に入れちゃうか。 A 班は分かんないですけど、 B 班は全員いける、全員いける。これいけっちゅう正解ですね。ボイルするまで待たないとね、あかんですけど。あんなでも割とベイトを完全に追ってるのに虫なんですか。はい、虫ですね。見てる先はもう虫ですね。いや分かんないですけどね、多分っていう経験的にはそんな感じがする。虫系のルアーは車に置いてきている俺たち、再会を約束して移動です。移動した先は岩場の多いバックウォーター。川島マイキーで誘う俺たち、何かを見つけたのか笑顔でカメラを呼びます。ここに上がってくるんですよ。今いないんですけど、これ多分ここで待ってる方が上がってくる。あ、いた、いたいた、いる。よっしゃ来た、よっしゃ、あっ、バスに乗った今。来たー、完全に入ってきた。ちょっと雨パラついてね、この雨が一瞬パラついた瞬間に魚がパラ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 って刺してきましたわ。一匹目、マイキーね。復活ファーストフィッシュは得意のサイドで釣り上げた41センチ、ね、そして池中を手に戻ってきたのは先ほどのスポット。多分ね、あの背のポジションに入れへんから、こう浅い側に、浅い側っていうかシェードに行っちゃうんですよね。ああ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、見つけた。おっしゃー、一撃。
俺たち狙い的中。一撃。待って待って、おっしゃ、よし、よし、ちょっと待って、すげえカバンの中入り込まんじゃん。ねえ、危ない。軽く軽く言っときましたけど、いきなり餌されちゃいますか。軽く言ってみましたけど、います、やっぱ池中。完全にね、上見てるんですよ、この子たち。池中でしたね。これね、これ、この人ですわ。サイズアップもさることながら、弓がピタリとはまったことが嬉しい俺たち。ちょっとこう日差しが強くなってきたんで、あのバスがオーバーハンドに入るだろうと。で、ポジション A のやつっていうか、あの背にいるやつが、まあ、いるんですけど、最初投げても何にも反応しなかったわけですよ。なので、これはもうポジション B を狙おうと。それは木の下。木の下で、そうです。そうです。で、その木の下のシェードにおるやつを食わせるっていう感じ。全部いけると豪語していたこのスポット。クローンフライでさらなる一匹を。よっしゃー、ボイル、ボイルフィッシュ、よっしゃー、めっちゃボイル、オッケー、よっしゃー、クローンフライ、でかいでかいでかい。俺今強引になりすぎてる。難しいな、強引になりすぎてる。オッケー、オッケー、ボイルした。刺激クローンフライ、愛が糸を結んでるところが口の外に出て、で口で切られない。これがいい針の腹筋。これ徐々にデカなってんちゃいます。落ちて、ヒレ落として、ヒレ落として、はい、43ぐらい、23ですか。普通にね、ジグヘッド、これ今のインチョッキーなんですけど、フリックシェイクかけるもよし、シザーコーム頭から刺すもよしなんですけど、このクローンフライをかける時なんですよね。まあ、これもちろんこうやってかけてもいいんですよ。こうやってかけて、まあ、こうロール主体のこういうアクションで釣るのもよしなんですけど、今の場合はバスからルアーを逃げさせたいと思ったんで、この辺ですね、この辺にかけた。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じね、こういう感じ。そうすると引っ張ると、人間がこっちに引っ張るとルアーはこっちを泳いでいくんですよ。ピュッ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 、逃げる逃げる逃げる、ボーンみたいな、こんな感じ。さらにルアーを池中に戻して、あれですか、おっしゃ、バスやった、一番でかいやつ、うわー、かなりゴージャス。見てこの顔。あかん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 。あかん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 。ちょっと待って、これ結構でかい。結構でかい。池中さん、バッコリ君みたいな、美味しそうに食った。これ池中君、ちょちょちょってやったらシューって美味しそうに食った。これはね、府中湖マックスサイズ。
ノープラン復活を祝うビッグフィッシュはジャスト50センチ復活祭り。そしてまだまだ止まらないノープラン復活祭り。よそ見してた。俺たち今よそ見してた。でかいでかいでかい。なあじゃあ。いるやつ全員連れる気してきた。池中。なあ来た。来た。続いてもう一丁。見つけたら一撃ですね。どうか長長もそう。どうぞ行きます。今日は全部釣りますよ。何かな、ドリフトかな。根こそぎ行っちゃってください。よっしゃ来た。壁に一回当てて。太いわこれ。よいしょーい、はい、こっそりいい元気。結局このスポットで6匹ゲット。ノープラン復活祭りは終わらない。俺たちの前に人影が。こんにちは。こんにちは。見つけられました。見つけてしまいました。いやおはようございます。おはようございます。めっちゃジャッカルじゃないですか。ノープランということを思い出しましたね。やっと思い出しましたね。朝釣りしてて、あとちっちゃいの池、小規模の池でちょこちょこっと。はい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 。小規模の池いいっすね。綾川もいいっすね。小規模の池教えてもらっていいっすか。行かれますか。いや行きたいっす。いいっすか。行きましょう。行きましょう。二人の案内でやってきたのはコンクリート護岸で囲まれた野池。岸周りを中心に攻める俺たち。コバス君泳いできてパクって食った。よいしょー。へい。はい来ましたね。ねえ BS ストロンガーでコバス君泳いできました。どっか移動ですね。金土で55、54、51、50ってでこれぐらい行っとんで、画像全部あるんでほんまにこれぐらいは行っとんですよ。 LINE が送られてきます。あの徳島なんですけど。徳島。徳島って遠くないですか。近いんですかここから。まあ、香川県でスタートしましたけどノープランなんで、プランを決めたらあかんということで、これ行くしかないです。乗るしかないです。余裕で乗ります。復活祭りにふさわしいデカバス王と移動すること1時間半、鎌谷さんの地元徳島に突入。ノープランの最大のお宝出してください。うわえらいこっちゃ。最大魚いけると思うんですけどね、多分ほんまに60。見てくださいこれ、すっげえ減衰の池。こんな浅く水のなくなってしまった池に来たことがあっただろうか。いやない、いやない、ない。そして過去こんなに移動したことがあっただろうか。いやない、ない、ない。すげえ移動してきましたね。
多分本来であれば水この辺まであるんでしょうね。スーパー減水の池。当然俺たちにとっては初めての場所となる超減水の池。どう攻める？結構ねこの減水の池を釣る時に僕ね意外とねこういう池ってね沖でいいんですよ。沖っていうかこういうドーンみたいな。こうポンパドールってそのこう羽がね金属なんで調整できるんですよ。手で曲げれるんですよ。普通はもうちょっとこうこれぐらいの角度になってるのを開いて開いてもうちょっとこれぐらいか開いてあげるとこうこの動きがもっとこう大きくなる。手探りといった感じでポンパドールを大きく動かして誘ってみるものの反応は今一つ。ちょっと思いっきり濁ってるんでねめっちゃ目立つ色ぶち込んできます。これアンモちゃん、アンモちゃん PD チョッパーにアンモちゃん。打ち込めばもっとボトムが浅いとか深いとかいろいろ分かるんで。うわっしゃ来た。なんじゃこれバスやでっか。うわマジ。うわここはどこやねんって感じ。うわえマジ琵琶湖やん。一番いいとこに投げたけども一番ええとこに投げたら一番でかいやつが食った。まあ一番いいのはもうどう見てもこのインレットで、インレットのでもただそのインレットを横切らすんじゃなくて一番浅いコース通したんですよ、うん、だから本気で食いに来ないと食えない取れないルアーにたどり着けないようなぐらい浅いとこ通したんですよ。で沖から出てきた。いや水深は多分20センチぐらいしかないですよ通したとこは。バスのね20センチってこれ身長がこれだからもうこんなこれぐらいボトムすりながら食ってるような感じ。俺たちも驚愕の強一フィッシュは53センチのデカバス。はあいやこれが出たらもう万歳ですよ。こんな釣れたノープランなかなかないね。なかなかないですよ。なかなかないね。初め本当の1回目の香川ぐらい。ああ、やっぱ香川なんですね。しかしノープラン復活祭りはまだこれでは終わりません。マイキーにルアーチェンジした1投目。うわっしゃ。マイキー、よっしゃ、おお、これもでかい。掴んだ。マイキーに出た。魚。でかいっす。全部でかい今日釣るやつ10本目今日ね。いや終わりましたね。ノープラン初日いきなり祭りでしたね。復活祭明日もやっていいですか。いいですかこれ明日も釣りしていいですか。いいでしょ。最高っすね。俺たちチャンネルでは常に編集できる方、うん、カメラマン、いろいろできる方を募集しております。興味のある方はぜひ、はい。
はい、切り抜いてくださいね。